恋愛とはみたいなことでしょ、大人ってどういうものよみたいな。あ、坊やたち、坊やたち。5 しか違うけどね。そうだね、ちょっと違う、まあ、でもあのお姉さんたちがでしょ。そうだ ね、 そうね、あのお姉さん的にね、うん、恋愛はね、うん、恋愛はタイミング。タイミング、タイミング、お姉さんタイミング、うん、うん、逃しちゃダメ。行くときは行きなさいと。行くときは行きなさい。噛み噛みや。お姉さん噛まない。降りてこい。お姉さんじゃないかな。お姉さん降りてこい。まだ降りてないね。この人演技してたな、この人。今お姉さんなろうと頑張ったね。モテたいとか言っちゃダメ。え、なんでなんでなんで。モテたいって言いながらモテたことないから。あ、それ実体験ですね。それ実体験でした。なんか王冠少なかったな、ちょっと。あれ違うか。実体験でしたね。恋愛とはね、そんなに焦らなくたって大丈夫、焦る必要なんてない。進むときは進む、うん、進まないときは進まない、うん、喧嘩するときは喧嘩する、うん、仲直りするときは仲直りする、うん、相手も同じことを思っているはず、うん、だから落ち着いてるわ、無理に考えないこと、うん、これは恋愛じゃなくてもね、うん、いろんなことに言えますから、うん、仕事でもそうですね、そうですよ、焦らず落ち着いて、うん、周りを見て自分の気持ちを確かめて、うん、それでいいと思うんですよ、超大人、大人、すっげえ大人。ただお姉さんショートパンツ履いてますから、足めっちゃ出してる、足出しちゃって、さすがお姉さん、お姉さん足組んじゃってます。シャリ構えて言ってますから。大人、大人、やべえ大人、降りてこい。あれ降りてこい、降りてこい。あれあーちゃんどう？大人、降りてこい。お、降りてこい。大人、大人とは、大人ってこういうもんよ。大人とは。事故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